今日は VIP コールということでたくさんの方がいらっしゃったんですが、まず、野田宇宙開発担当大臣から、ご挨拶お願いします。はじめまして若田さん、私は宇宙開発担当大臣の野田聖子と言います。あ、はじめまして、野田大臣、今日はお忙しいところ、このイベントに参加してくださってありがとうございます。4ヶ月もの長期滞在をしておられるんですけれども、体調の方はいかがですか？はい、この4ヶ月非常に早く、時が過ぎていったような感じがいたします。毎日規則正しい食事、それから運動をしてまいりましたので、これまでのところ体調は非常に、好調で、仕事を続けて、これました。あ、それは何よりです。またこの度は国際宇宙ステーションへの希望の取り付けの完成、本当におめでとうございます。24年かかってようやく希望が叶ったということで、ご感想はどうでしょうか？そうですね、この希望の組み立て、その完了する締めくくりの部分で、日本そして世界中の技術者の方と一緒に仕事ができたことを本当に嬉しく思います。この希望は本当に素晴らしい、世界に誇れる日本の実験室、日本の家だと思います。若田さんのその取り組みを日々テレビ等で拝見していて、本当に夢と希望と勇気が湧いてまいりました。心から感謝します。はい、ありがとうございます。本当に日本の多くの皆さんのご支援をいただきありがとうございました。こちらにはもう一方、文部科学省の副大臣の山内副大臣、パダルカさんにでもお願いいたします。はい、パダルカ船長、こんにちは。私は文部科学副大臣の山内俊夫と申します。大変ご苦労さんでございます。特に今回宇宙ステーションとしては初めてでございますけれども、若田さんを含む6人の長期滞在チームを率いておられるということを聞いておりますが、今回スペースシャトルエンデバーのクルー7名を含めてですね、宇宙ステーションに参加5局の計13人という大所帯を率いておられますが、大変ご苦労されていると思いますけれども、いかがでしょうか？Okay, hello Tokyo, thank you very much for these very good questions. I'm glad to welcome you on board space station. And my main responsibility as a crew commander, safety crew and great psychological climate, especially when you have many, many people from different countries with different mentality, with different cultures. But it seems to me it's not hard if you have such crewmate like Keiichi-san, very professional.Man, very sociable, with a great sense of humor. And you know that Space Shuttle Endeavour provides not only supplies right now and space maintenance, but crew rotation. And Keiichi-san should be replaced by Team Copra. We trained and prepared a lot of on the ground with Team. But at the same time, I would like to say that we are very, very, very sorry to part with Keiichi-san, because we worked a lot together for almost 4 months, and honestly, we'll be missing him for the first some weeks. Thank you for your questions. Thank you very much. 若田さん、私たちがもう本当に望んでいた希望がついに完成したんですけども、ちょっと希望について説明してもらえますか？はい、今パダルカ船長と私がいますのは希望の船内実験室です。こちらは昨年の6月に星出宇宙飛行士たちが組み立ててくれました。ちょうどこの上の部分は昨年の3月に土井宇宙飛行士たちが宇宙ステーションに取り付けてくれた船内保管室です。そして我々の後ろに窓がありますけれども、その窓の外側にありますのが今回エンデバー号のクルーと一緒に取り付けた船外実験プラットフォームです。で、船外実験プラットフォームには、様々な実験装置が搭載されます。
今私たちがいる船内実験室では無重力を使った実験が行われますけれども、船外実験プラットフォームの方では無重力に加えて例えば宇宙の真空、そういった宇宙に特有な、環境を使った実験が行われていきます。で今回新しく取り付けた装置の中にマクシー、これは全天 X 線監視装置というものですけれども、宇宙の彼方からやってくる X 線を監視することによって例えば超新星の爆発の現象、そういったものをいち早くキャッチして世界中の天文台に通知するような役割を担うことができます。それからまたセダという、こちらは、宇宙の、はいどうぞ。はい、今日はねたくさん質問をしたいという子どもたち、夢のある子どもたちが来てますので紹介しますね。はい、はい、いぶきという、今年1月に上がった衛星ありますよね。環境を見る温暖化ガスを見る衛星の時にですね、一緒に小型衛星を上げたんですけども、その時に関係ある子どもたちが来てます。それでは何人かを紹介しますね。さあ堀米くんの番が来ましたよ。はい、質問してもらえますか。宇宙では皆既日食が見られましたか。はい、堀米君、宇宙ステーションが通る道筋が軌道と言いますけれども、その軌道と太陽の位置の関係で、私たちは皆既日食は見ることできませんでした。ただその少しその地球の太陽によって照らし出されている部分が、日食によって多少暗くなっているというところは確認できました。はい、今堀米君はソランキズの関係の子どもたちなんですが、今度はですね実際に、小型衛星を作った、都立の産業技術高専の学生の、岡田君から質問してもらいます。お願いします。はい、国際宇宙ステーションから、我々日本人の学生が作った人工衛星を放出することはできるのでしょうか。はい、岡田君、これは可能ですよ。ロケットを使ったりまた宇宙ステーションから、衛星を放出するっていうことは技術的には可能です。希望の船外実験プラットフォームっていうのは宇宙ステーションの外にむき出しになっているところですので、宇宙ステーションのさまざまな装置を使って皆さんが作ってくれた人工衛星を放出することは可能だと思います。でもパダルカ船長の許可が必要ですよね。パダルカ船長許しますか。はい、船長も、了解してくれています。パダルカさんはすでに500日ももう宇宙に滞在している宇宙ステーションのベテランです。はい、ありがとうございます。それでは、ソランキッズ関係の今井さんお願いします。わからず宇宙ではどうやって寝ているんですか。宇宙ではどうやって寝てるんですかという質問です。はいはい、宇宙では寝袋に入って寝ていますよ。今週は私はこの希望の船内実験室の中で寝ていますけれども、寝袋に入ってただその宇宙でふわふわと動いて間違ってコンピューターのスイッチを、蹴飛ばして止めてしまったりしないように、留め金で寝袋を固定して寝ています。とても快適ですよ。快適なんですね。はい、それでは、はい、どうも楽しい質問ありがとう。はい、林君お願いします。はい、船外活動を行うときに何か修理ロボットみたいなものが必要だと思ったことはありますか。
はい、素晴らしい質問ですね。船外活動をするときには実はもうすでに、ロボットアームが船外活動の支援をしています。で今後は、地球の低軌道から月火星に行くときに船外活動をする宇宙飛行士とそれを支援するロボットのその共存協力体制っていうのがとても大切だと思います。ですから皆さんも船外活動を支援する人間を支援する宇宙ロボットをこれからどんどん作ってください。はい、ありがとうございました。はい、ソランキズ関係の子どもたちは3人いるんですが、それでは3人目の岡野くんお願いします。宇宙では